続いてなんですけれども、アンドリュー選手にちょっと質問を預かってきましたので、はい、サポーターさんのそちらの質問もご覧ください。桑原選手、闘志あふれるプレーをする相手に向かってするときにどのような感じ で気持ちを持って向かっていっているのか、ぜひ教えてください。熊谷さんに質問です。ロングシュート、ミドルシュートへの意識と、今後の展開について教えてください。熊谷選手に質問です。試合当日の、推し飯、勝負飯、教えていただけたら嬉しいです。まずはサッカーの質問、闘志むき出しのプレーはどのような気持ちで相手に向かっているんでしょうか、といただきました。どうでしょう、なかなかね、強靭に向かって、そうですね、やっぱり勝ちたいっていう気持ちが一番、その1アクション1アクションに表れてると思うんですけど、それでこの局面勝てば試合も優位に進めるんじゃないかなっていう気持ちがあるんで、絶対負けないっていう気持ちはいつも持ってますね。ちょっとでもね、なんかこう怖いとか思っちゃったら、もうそのひるんでしまったらその時点で負けになっちゃいますもんね。そうですね、やっぱり球際とかは相手より強い気持ちがあればボールは取れると思ってるんで、そこは毎試合負けないようにしてますね。そして次の質問です。ロングシュート、ミドルシュートの意識と今後の展開について教えてください、となかなかこうシビアな感じの質問が来ましたそうですね、やっぱりミドルシュートは本当に少ないし、やっぱりボランチの選手が得点に関わらないとチームとしても勝ち点っていうのが積み重なってこないっていうのは自覚してるんですけど、なかなか、今の現状できてないっていうのはやっぱ課題ですし、もうサポーターの皆さんも思ってると思うんですよ。もっともっと貪欲に打っていかないとダメだなっていうのを感じてます。続いて勝負飯を教えてほしいといただいてます。勝負飯ってあります？なんか勝負飯はあんまり、決まってるだろうから。そうですね、ある程度はやっぱりアウェーでもホームでも栄養士さんが考えたご飯出してくれるんで、あんまり自分で食べることないんで、あんまりないかもしれないですね、勝負飯っていうのは。わかりました。ちなみになんですが、勝負飯ではなくて、なんかこう逆にこう、なんだろうな、今日うまくいったなとか活躍できたなとかいう時に、とか疲れてるな今日っていう時に、ちょっと自分にご褒美あげちゃいたいなっていう時に食べるものとかありますか？焼肉が好きなんで、勝った試合とかを結構その後に食べたりしますね。なるほど、焼肉好きのサッカー選手多いですよね。焼肉みんな好きですけどね、日本人ね。そうですね、あんまり生魚が得意じゃないんで、結構お肉お肉ってなっちゃいますね。今年こそは J1 昇格だ、ジェフ頑張れ。今シーズンこそは J1 昇格期待します。頑張れジェフ。山陽メディアはジェフを応援しています。頑張れ頑張れ頑張れ。続いてはジェフ1グルメグランプリ。このコーナーはジェフゆかりのお店に番組スタッフが突撃するというコーナーです。前回は若きジェフサポーターが運営する立ち飲み酒店、酒ベースを紹介しました。ジェフサポとお店が共にジェフを盛り上げてくれている、そんな雰囲気伝わってきました。さあ、今回はそんな酒ベースを超えることができるんでしょうか。ご覧ください。ジェフサポーターや選手御用達のお店を千葉県民の皆々様にお伝えするコーナー、ジェフ1グルメグランプリ。今回の情報発信者はこちら、蘇我を愛し蘇我を知り尽くした不動産会社三幸商事株式会社。ジェフ選手へのお部屋紹介など、ジェフとも深い関わり合いを持つこの会社。中でも堤部長はジェフ、そして蘇我グルメを知り尽くした達人です。本当にここ数十年ぐらいの間に商業施設がたくさんできて、今はもう蘇我は割と住みやすいところになってきて、不動産会社としては、とても人気のある場所にはなってますね。そんな成長著しい蘇我で今大注目の蘇我グルメがあると堤部長は訴えます。ジェフさんもよくお食事に行かれてると思うんですけど、東京さんっていうところは日本人の味に合った中華料理を食べれる場所です。おすすめすると必ず美味しかったですってお礼も言われるので、自信を持っておすすめできますね。ジェフ1グルメグランプリエントリーナンバー7、美食中華東京、国道357号線沿いにあります。お店の中身が内装っていうんですか、とか椅子とか机とか洋服とかもみんなそういう台湾服何服っていうんですかね、チャイニーズみたいなそんな洋服で接客されてますね。もう行ったらそういう世界にの中でいただけるみたいな感じです。お待たせいたしました。エビチリと油淋鶏のスペシャルランチセットになります。中華っていうとちょっと重い感じするんですけど、毎日食べても気持ち悪くならなくって結構開店した当初オーナーさん知ってて存じ上げていて、毎日のようにいただいたんですけど、気持ち悪くならなくって飽きないところが素晴らしい。本格的な麻婆豆腐と麺類がですね、とても美味しいんですよね。で、月1回は来たいなっていう。なかなかこっち方面来れないので、通るときは必ずっていう感じですね。もういいですね。本当に中国っぽくて、で元中国人なんですけど、もう懐かしい雰囲気を味わえるぐらい本格的で。なるほど。美味しいんです。ちょっとやっぱり日本風になってるんですよ。本当の中華は大きくて、でもこれ日本人に合ってちょっとちっちゃくて、ちっちゃくてすごくいいかなと思って。なるほど。蘇我にお店を構えておよそ20年。ジェフに関わる人々にも支えられてきたと東京オーナー加藤さんは語ります。お昼はスタッフの方よく見えてますね。選手の方ですと、コロナ前はまとまった人数とか、あとはお一人でプライベートで、あとは奥様とお子様連れて食事に来られたりよくありましたけど。100年前の北京をコンセプトに東京を作ったという加藤さん、実は蘇我駅周辺に台湾の屋台をコンセプトにした天風チーとチャーハンと麺の専門店天数担々麺も経営しています。一応おすすめは四川料理をやってます。あと四川料理辛いとかしびれるとか多いんですけど、それが苦手な方でも麺類、あとはチャーハンとか中華丼ですね。一般的な中華料理ですね。あります。あと四川の火鍋、四川に何回も食べ歩きに行きまして、で直接四川の方に作り方っていうんですかね、教えていただいて、でこっちに帰ってきて、山椒とかも向こうのものを買って持ってきて、それで作ってるんですね。ですから最初食べられたお客様はちょっとびっくりしちゃうかもしれませんけど、徐々にだんだん慣れてきて、あれが食べたいっていうお客様、遠方からも来ていただいてます。やっぱりより一層この地域の皆さんに喜んでいっていただけるお店作りっていうのをですね、従業員と相談しながら作っていきたいって思ってます。ジェフ1グルメグランプリエントリーナンバー7、美食中華東京、蘇我で本場中国の味をご堪能あれ。最後になんですけれども、アンドリューさん、サポーターの皆さんにメッセージ、カメラ目線でいただけますか。はい、残りの試合数も少なくなってきたんですけど、いつもサポーターの人たちが応援してくれてるおかげで、最後まで諦めずに毎試合戦えてるので、残りの試合、僕らは全力で戦うので、最後まで応援よろしくお願いします。番組の最後はサポーターの皆さんの応援メッセージを集めました、蘇我から愛を込めてのコーナーでお別れです。それではまた次回もお楽しみに。何選手が好きか教えてください。37番のブアニカケイタ選手です。点決めるところがかっこいいです。これ実は選手の練習着。あ、本物です。え、本物の練習着だ。はい。わかります。岡野選手だ。ああ、そうだった。じゃあどうする。今日は勝つぞでいい。じゃあ今日は勝つぞ。おお。のサポーター歴どれぐらいかっていうのを教えて。もう30年ですね。中学1年生の時から。今は幕張の方なんですけど、もともとは秋田の方で。はい、そうなんですね。はい、秋田にいた時にジェフの。そうですね。はい、ジェフのマスコットが秋田犬だったので、私が秋田に住んでるのでファンになりまして、そこから試合を見始めるようになって、リトバルスキー選手ですとか、オルデネビッツ選手ですとか、中西選手の方を好きになってですね、そこからずっとファンですね。はい。ですね、もうこれが町田大和選手ですとか、一番好きな船山選手ですね。過去の昔の選手のサインがいっぱいあるんですけど、今年はやはり今年とか去年はですね、コロナでなかなか練習場にも行けないのでサインはいただけてないんですけど、また再開したら行きたいなとは思います。はい。はい、行くぞ J1。シリアから参りました。はい。2人はサッカーのチームに入ってるから、またサインをしました。これサインもじゃあ佐藤優斗選手の本物のサインが入ってるんですか。はい。書いてもらったんですか。そうですね。できたから。すごいですね。とってもラッキーです。2人。やら。声揃えて。ワン、ツー、スリー。頑張ろう。自分はもともとサッカーやってて、なんかジェフとかプロの選手を。なんか参考によくしているので、そういうところが応援したくなるところです。ジェフ頑張れ。前はサポーターまではいかないですけど、広島にいたんで、広島に。そうなんですね。はい、広島の方から見てこのジェフってどうですか。いや、まあ結構熱狂的な感じがするんですけど、結構地域的に。ジェフ頑張れ。おー。